NHK が最新の支持率を発表したとのことですが、立憲民主党の支持率にツッコミが殺到し、大爆笑の状況になっているようです。最新の政党支持率の詳細、立憲民主党の支持率が上がらない数々の要因など、ネットの立憲民主党への辛辣な反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。NHK は今月12日から3日間、全国の18歳以上を対象にコンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番号に電話をかける RDD という方法で世論調査を行いました。その中で政党支持率に関する質問では、支持する政党として自民党が 30.9%、 前月比プラス 1.4%、 立憲民主党が 5.3%、 前月比マイナス 2.1%、 日本維新の会が 3.9%、 前月比マイナス 0.1%、 公明党が 3.4%、 前月比プラス 0.2%、共産党が 1.9%、 前月比マイナス 0.7%、 国民民主党が 0.8%、 前月比マイナス 1.3%、 れいわ新選組が 1.8%、 前月比プラス 0.1%、 社民党が 0.3%、 前月比プラスマイナス 0%、 みんなで作る党が0.2%、 前月比 0.1%、 賛成党が 0.4%、 前月比プラスマイナス 0%、 特に支持している政党はないが 45.0%、 前月比プラス 1.7% となり、自民党が裏金問題で騒動の最中にありながらも支持率がわずかに上昇している。一方で立憲民主党が大幅に下落していますが、立憲民主党議員の震災、被災地に対する言動に加え、民主党の菅内閣時の東日本大震災への対応を思い出して、やっぱり現野党には任せられない、と判断したのでしょうか。ニュースを深掘り。というわけで、最新の政党支持率で、立憲民主党が大幅に下落しているということでしたね。確かに立憲民主党議員の能登半島地震の被災地などへの言動は、そのほとんどが政府への批判ばかりであり、明らかにこの震災までも政局に利用しようとする意図が透けて見えます。 TBS 報道局記者出身である杉尾秀也議員は、不要不急の移動の自粛が要請される中、百聞は一見にしかずと、被災状況を自身の目で直接確かめるとして被災地入りしましたが、自身の X、旧 Twitter で輪島市に入りました。道路事情がますます厳しくなっています。片側交互通行や一方通行の区間が多数ある上、昨日からの積雪がそこに追い打ちをかけている状況です。これは、輪島市に限りませんが、インフラの復旧が遅い、それから携帯のキャリアが各所で工事を行っていますが、なお通信環境も良くありません、と書き込み、24時間体制で復旧入っている人たちに遅いと、でどうしたら早くなるか見えましたか。現場の状況をもう少し把握してから行きましょうよ。何年ニュースを伝えて政治家になっているんですか、といったコメントが並び、また雪が積もった道路上に進入禁止を知らせる赤いコーンが横並びになった写真を投稿し、こうして各所が寸断されていることがわかります。遠回りのルートで予定場所に向かいますが、手前にこの先通行止めの看板を設置するなど案内が欲しいと注文をつけていましたが、この投稿には道路の交通障害情報は開示されている、事前に調査したのか、行き当たりばったりで行動するから迷惑になるなど、
杉尾議員に手厳しいコメントが多数上がっています。また杉尾議員は岸田文雄首相がプッシュ型物資支援強化のため予備費使用を閣議決定すると表明し、令和5年度予算の予備費から47億4000万円を支出する方針を明らかにしたことに対し、自身の X 旧 Twitter で能登半島地震の予備費使用がわずか40億円とは、大阪万博のわずか半年使用されるだけのリングに344億円が投じられるのと比較してもありえない額、被災地への誤ったメッセージでもあると投稿。立憲民主党では蓮舫議員も自身の X 旧 Twitter で杉尾議員の投稿を引用し、建物倒壊による人的被害を鑑みても、なぜ予備費使用がこの額なのか、積算根拠を確認していますと予備費の額を疑問視しました。原口和弘議員も、政府が昨年12月に表明したウクライナに追加支援6500億円、能登半島地震で予備費使用が40億円、いくらなんでもこれはないだろうと訴えていました。SNS では、杉尾議員らの投稿に対し、40億が全てであるかのような発言の方が誤ったメッセージになる。批判のための批判、被害額がはっきり分かれば、後で調整して、不足なく被災地支援するんだから、などと、否定的なコメントが目立っていました。さらに、原口和弘議員も、自身の X、旧 Twitter を更新。一般ユーザーが、焦る岸田首相、夜10時に、当日消費期限切れおにぎり到着、能登地震お粗末対応の舞台裏と題し、能登地震に対する政府対応が混乱、岸田文雄首相が率いる官邸の拙い司令塔ぶりが浮き彫りとなっているというネット記事を添付し、消費期限切れ直前おにぎり送ってどうすんねんと書き込んだ投稿を引用。外国には大盤振る舞いするのに、被災者には20万円の貸し付けか、おまけに消費期限切れ直前のおにぎりとは、と綴っています。この投稿にも、あたかも売れ残りを被災地に押し付けたかのような印象を与えかねないポストですが、能登町長は消費期限の少し長いものとか、できるだけ早い段階での物資の輸送をお願いしたいと述べている。被災から4日目の輸送の困難さを考慮なさっていると推察する。あなたはこのおにぎりを届けるのにどれほどのご苦労があったかとか、もう少し想像力を働かせることはできないのですか。人の心はないのか。国会議員がインターネット初心者みたいな浅い情報を信じた上に拡散するのは、一人の人間としてどうかと思いますと批判が殺到しています。原発に関しても、早稲田由紀議員が滋賀原発の水位計が3メートルの水位上昇を観測したという NHK 報道を引用。4メートルの津波で防潮堤が傾いたと、60年稼働など論外とに投稿し、原発の危機を煽るものとして非常に悪質だと批判が殺到しています。さらにまた、震災による原発批判では、同じく立憲民主党の田島麻衣子議員も、地震後、滋賀原発で変圧器の火災が発生したり、使用済み燃料プールの冷却水の一部が溢れ出ることは、近隣住民にとって異常ではないのだろうか、と投稿し、コミュニティノートにおいて、外部から電気を受ける系統が1系統使えなくなっているものの、安全上重要な機器の電源は確保されていて、使用済み燃料プールの冷却もできていると発表しています。との NHK のニュースを引用し、指摘されています。これらの、さも原発が危険だとの投稿には、国会議員がそれ言う。本当に、日本に、立憲民主党は必要ないなどと、当然とも言える批判が殺到しています。
これらを見ても政府のすることなすことすべてにおいて批判しなければ気が済まないという感じがありありで、被災地や被災者に寄り添った感を出しつつ、実はそれらはそっちのけで政府の信頼を貶めれば御の字といったところなのでしょう。こういった姿勢が国民からさらなる反感を買い、如実に支持率に反映されたのでしょうね。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あとチャンネル登録もぜひお願いします。そりゃあね、あんなのはムカつくだけだもん。今度の地震見てあの悪夢の時代を思い出しちゃった人が多かったんだろうな。存在感ゼロだもん、しょうがないよ。この震災で何かやった？対案一つ出せねえでパヨパヨ言ってりゃ上がるわけねえだろ。 5.3 まだだ、まだ多すぎる。足を引っ張ってるだけなのに自民党に勇敢に立ち向かってるつもりなのかね。こうして見ると支持率一桁の政党の党首が偉そうに振る舞ってるのは極めて滑稽だな。もうちょっと頑張れ。予備費とか激甚災害指定とか災害のたびに騒いでるからな。一般人でも難癖でしかないと学習できてるのにそれを繰り返す。学習しない、できない層は令和に持っていかれてる。震災対応は民主党の方が良かったとネット工作したら、逆効果で災害担当省が松本ドラゴンだった悪夢の民主党時代を思い出させてしまったから、杉尾が看板立てろとか言って現地担当の人がボロカスに皮肉ったポストがバズってたな。てか杉尾は松本サリン冤罪事件の責任取れよ。何十年逃げてんだこいつ。そういやたった40億とか自衛隊が小出しとか騒いでたのも立憲だったよな。仕組み分かってるはずなのに。分かってないならそんな政党支持できんわ。わら、北陸地震で東日本地震のことを思い出し、民主党政権にしたら日本が終わるという意識が明確になったんだな。菅直人内閣時の政党支持率で自民党は 10% 超えていたけど、今の野党第一党でも一桁なんだから話にならない。人の価値は不測の事態の時に顕著に露呈する。被災地の方々が困っているのを利用するような真似をする政党が支持されるわけがない。批判、反対しかしない政党は必要ないし、ルールを無視して石川県被災地入りした同党の議員など徹底的な説明責任と進退について責任を求めたい。他の議員が同じことをやっているからでは到底許されることではない。超ボーナスステージで 2% も下げるとかすごいな。普通にやってりゃ下がりようがないはずなのに。愛の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？もちろん、上がりうる要素など何もないので、下がるしかありません。あれだけ裏金問題などで叩かれている自民党の支持率が微増とはいえ上がるとは、立憲民主党の存在感がまるでないのが明らかです。まあ、民主党でダメだったのにそこから反省してあの時とは違うんだと、変わったんだというところを示さないといけないのに、全然変わっていないんだから支持率が上がるわけないでしょう。支持率が 5% もあること自体が高すぎて不思議なくらいです。社民党並みの 0.3% くらいがお似合い、それこそ存在しなくても全く構わない政党。そう思ってしまうのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、
コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの愛です。ご視聴ありがとうございます。これを機にこちらへの登録よろしくお願いします。